こんばんは。この動画はね、微分計算能力検定の直前確認です。はい、で、あれだね、倍形変数標準前回やったので、その確認問題を2問だけやっていきましょうね。まあ、特にね、これ難しいことはないですね。ちょっとやり方を覚えましょう。はい、じゃあこの2問取りに行ってください。ね、ちょっと栄養ドリンク飲まないとやっていけないですね。皆さんも頑張ってくださいね。心から応援してます。はい、はい、1番やっていきます。1番ですが、求めたいのが何だこれ。はい、求めたいのはもちろん dydx、 これを求めていきましょうね。で、これは前回言いました公式から、d は dydt の dx dt とこう書けますと。はい、なのでやっていきますが、まず dydt っていうのは、t の2乗プラス1っていうのを t 微分するんですね。そしたら 2t ですね。 2t が残ります。で、分母ね、これを t で微分しましょうね。これちょっと大丈夫ですか。ちょっと丁寧にやっていきましょうか。はい、t たす1っていうのをこれね、ルート取ったのを微分するとですね、これはですね、こうなりますね。大丈夫ですかね。いいですか。これはあれですよ、合成関数ですよ。合成関数ね。大丈夫ですかね。これ、めっちゃ詳しくやっていくと、もう飛ばし、飛ばしてくださいね。y イコール、ルート z っていう、関数と、z イコール t プラス1っていう関数を合成するんですね。つまり、これをやるとですね、y の t プラス1ってなってですね、y の z が、ルート z で、こういくと。こういう合成関数だと思えばいいので、結果的にはですね、dydt っていうのは、dydz の dzdt と書けますので、dydz、これを微分したら、これですね、これは覚えた方がいいですね。で、dzdt っていうのが、これをね、これを t で微分したものが1ですね。はい、で、z イコール t プラス1っていうのを中にぶち込むと、こうです。ここも止まりますね。いいでしょうね。これは確認しておいてくださいね。なので、この分数には、分母にはこれがきます。はい、いいでしょう。まあ、これはまあちょっときれいにしていきましょうか。だから、4t のルート t プラス1と。ふうにかけます。はい。いいですかね。まあ、はい、結果的にこの t で、表されるんですよね。なんですか、微分は t で表されます。はい、いいでしょう。まあ、これはいいとしてですね、じゃあ次2番いきますね。2番。はい、じゃあ全く同じですね。 dydx っていうのはくどいですが、dydt と dxdt でかけると。はい、じゃあまず y を t で微分しましょう。t で微分したら、これは、t を微分して1になって、sin t を微分して cosin t ですね。こうなりますね。はい、分母、これを微分します。1を微分したら0で、cosin t を微分したらマイナス sin t ですかね。はい、もう以上です。はい、まあ、一応こう書いてみましょうか。マイナスを出してね。はい、以上です。こんな感じね。よいしょ。まあ、簡単ですね。特にやるだけです。で、倍形変数表示された関数を微分するとですね、t が出てきますからね。結果 t ですからね。ちょっと違和感あるかもしれませんが、t で、結果が得られるので、それだけちょっと注意しておいてください。はい、そしたら、まあ、倍形変数表示はこれでいいでしょう。次回ね、対数微分法っていうのやっていきます。ちょっとテクニカルなあれなんですけど、ちょっとまあ、微分法の中で、ボス的なね、困ったら対数微分法的なやつなんで、頑張ってやって、微分の計算はもうマスターですね。はい、以上、お疲れ様でした。